ごきげんよう、山口あゆきです。はい、ということで今日は、婦人従軍歌を歌いたいと思います。この曲はね、女性の勇ましさというかが描かれている曲なんですが、1894年明治27年の曲です。この曲は作詞をされたのが、加藤義清さんという方です。そして作曲されたのが奥義久さんです。もう奥義久さんは結構出てきているんですけど、先日ね YouTube でも上げました勇敢なる水平という曲を作られた方でもあるし、君が代天長説、あと紀元説なども手掛けられた、偉大な方です。この曲なんですけど、明治時代の戦争中のことを描かれているんですけれども、ちょうど日清戦争の時の出来事です。で、歌詞の中にですね、味方の兵の上の味方こともかよわぬあだまでも糸年頃に看護する心の色は赤十字という歌詞があるんですけども、そのこともかよわぬあだまでもっていうのは、敵兵のことを指しています。当時の中国ですね、中国の兵隊さんを、日本の兵隊さんだけではなく敵兵の方々の看護もされていました。敵味方関係なく怪我をされている人の治療をするっていう、そのすごく慈悲深い看護婦さんの歌です。で、作詞された加藤義清さんなんですけども、加藤さんの友人が戦地に見送りに行った際に赤十字の看護婦さんの、お姿を見てすごく感動されたそうで、この曲が、この歌詞が出来上がったそうです。友人の方が兵隊さんで、戦地に行く時に加藤さん本人がその友人を見送りに行く時に赤十字の看護婦さんを見て、加藤さんが心打たれたっていう、そういうことです。すみません、ちょっと説明が分かりにくくてごめんなさい。そんな生々しい歌詞とともにですが、本当に看護婦さんの温かさがすごく伝わってくる曲だと思いますので、ぜひ聴いていただけたらと思います。